以前あの学生がねこんなこと言ってたんですよ英語の「T」と日本語の「T」は違う気がします英語はなんか湿っぽいみたいな感じがします湿っぽいああ、わかるかもですよまあ湿っぽく響く原因はね強さであり長さなんですよ英語の「T」っていうのは基本的に強いんですよと同時に長いんですよ 英語の、T、は長いから耳によよく残るわけですよ強く長く発音するコツはコツはうんコツはねゆっくり丁寧にってことですゆっくり丁寧に T の出し方ってこうなの1下先を上歯ぐきに当てる下先を上歯ぐきに当てるこの時下先に力を入れる下先を尖らせて上歯ぐきにしっかり押し付けるんです で2、息を止めて、息をためる、えー、しっかり息を止めて、口の中の圧力を高める、これが前半、後半です、それでは3、圧力が最高に高まった状態で息を吐く、前に向かって遠くに届くように強く息を吐く、うん、<laughs> ああ、なかなかきついですね。い <laughs> <laughs> いやまだ終わりじゃないの <laughs> 続きがあるんですよ。<laughs> 続きそうです。あの4息の残りをゆっくりと吐き続けるんですやっぱり遠くに向けてね。そうすると擦れる音が出るわけよ。ふ <laughs> って音ね。うん、これここまで出して初めて英語の2になるんですよ。なるほど、ここまでやるから音が長くなるんですね。 ばね、書道の解書みたいなものですね。うん、一角一角、丁寧に進めていくんです。そうするから、強くて長い音が出せるんですよ。うんうん、でもね、日本語の T っていうのは、いわばね。それに比べると、さらさら書く、草書、まあ、続け字みたいな感じなの。うん、どこにも力を入れないで流れるように出します。だから。 トゥのようなな破裂音でも力が入らないわけ、うん、だからあの口の中の圧力も高まりませんむしろ息を止める前にもう息が漏れちゃってるんじゃないかぐらいの感じなのねだから弱々しいんですよなるほど同じ t でも英語と日本語の響きの差は、うん、一角一角丁寧に書く解書か力を入れず止めない草書かの違い、うん、そうなの 英語の場合息が出てる時間が長くなるわけだから響く時間が長いわけねなるほど、うん、それが湿り気のような感じに聞こえるわけですよカ<ー>タカナ語と英語の発音を比較するとよくわかるんですよまずカタカナ語外来語の表現で言うとティートーストテーブルテニス日本語はさらっとためもなく力なくあっさりですね日本語は楽、うん、<laughs> いくらでも言えそうですねでしょ 英語は力をを入れててて息をためてゆっっくりどんな感じかかとというも響せですね英語は疲れます。<laughs> <laughs> 長さや強さを確認する方法として、や、よくやる実験があるわけね。あ、もしかしてティッシュを使う練習ですか。ティッシュを使う練習っていうのは、口の前でティッシュを持って、そのティッシュに息を吹きかけて発音するっていうものですね。うん、これ、あの口、それで、例えば。 テーブルテニスとかね。テーブルテニステーブルテニス。そうすると英語の場合はもう息,息が強いからキッシュがガーっと動くわけ。うん、でも日本語は息があのー、弱いので、あんまり動くほとんど動かないわけですよね。うん、日本中の場合、そう息が弱いから、あの英語として発音したつもり。でもやっぱり。 弱い感じで発音しちゃう人ってのは結構多いわけなんですよね、うん、いわば湿り気や成分が足りないってことですよね <laughs> <laughs> まあ解消方式の一つ一つのステップをしっかり作ってないっていうことなんですね、うん、ま舌先に力を入れる息をためるエネルギーを集中させる最後まで吐き切るこういったプロセスの一つ一つに時間をかけて丁寧に行う、うん、息を吐く時間は長く 息を一点に集中させるだからティッシュがよく動くってわけですねなるほど英語の「T」は強くてゆっくり長くって感じなんですねーいやー勉強になります <laughs> <laughs> <laughs>